僕と彼女そしてあいつ三人で仲良くやっていた。でも気づいてたあいつたちが友達から変わってくこと。見えない見えない見えないふりしてた。今の今の今のままでいたかった。それはいつかの木曜日のこと。ファミレスで二人から打ち明けられた。僕のためなんかじゃないだろう。自分たちが楽になりたかっただけ。そうねそうねそうね彼女と長くいるといるといると好きになるよね。ねえ期待などしてたわけじゃない。でもお願い戻ってよ。彼女が誰のものでもなかった頃に。僕の前で喧嘩してた。全然知らない二人のこと。その夜彼女から急に会いたいと言われてファミレスに向かった。寂しい寂しい寂しいからと分かってても嬉しい嬉しい嬉しい幸運なタウン。彼女とあいつしばらくして仲直りして元通り。もう二人で会うことはない。これでまた一人ぼっち。僕の気持ち
し君は小さ